はい、12月17日の熊沢でございます。今10時、もう22時12分ぐらいなんですけれども、今日はまあ、いろいろやってましたが、最近動画をボンと大量にアップしてるじゃないですか。でそれっていうのが、まあ、全然よくわかんない人のために話すと、その前に今日久々にロードのビデオマイク GO を挿して使ってみてます。前ジリジリビリビリしたノイズが入ってまして、多分マイクのせいだろうということで、ちょっと一時使ってなくて、ずっと防湿庫で保管してたんですが、ちょっと今日一旦使ってみようかなということで挿して使ってます。でその話を戻すと、大量アップしてる動画の内容っていうのがここにね一応あるんですけど、パナソニックのルミックス DC-S1H というカメラがねありますよ。でこれは本当にもうミラーレス一眼なんですよね。もう見て分かるじゃないですか。もうミラーレスのカメラじゃないですか。でまあ写真撮れます、動画も撮れますと、まあ、いうもうごくごく一般的なスペックなんですが、まあ、中身を見てみると非常にまあ動画的なね、スペックなんですよ。はい、動画に向いてるスペックと。でまあいろいろいっぱいいろんなことを話そうと思ったらいっぱい話したいことはあるんですけど、特に特筆すべきところが、まあセンサー、カメラには必ずセンサーが、今のデジタルカメラっていうのはフィルムに置き換わるセンサーというものが搭載されてるんですけれども、まあ、このセンサーによって光を捉えて僕らが画面とかで映像を見ることができるようになってるわけなんですけど、このセンサーのね、まあスペックが非常に高くて、まあ画素数で言えば2420万画素ぐらいなんで、まあ、超普通なバランスのいいセンサーの画素数なんですよね。で、それ以外にもこのセンサーが、明るさであるとか色であるとかをこう情報化するときに、デジタル的な情報化をするときのその幅があるんですよ。明暗の幅、それから色の幅、それをまあ階調といったりレンジといったりするんですけど、そのレンジがめちゃめちゃ広いんですね。でこのパナソニックが出しているシネマカメラ、デジタルシネマカメラ、まあ本当映像を撮るためだけのカメラにバリカムというカメラがあるんですけど、そのバリカムと同じ、ダイナミックレンジ、明暗差を表現する、まあ、レンジの広さを持ってるんですよ。14プラスストップっていう、まあ確か0っていう基準から上に8、下に6だったかな、まあそんぐらい広いレンジで撮ることができる。だから、今ここで使ってるのが GH4 なんですけど、 GH4 は12ストップなんですよ。でそっからもう2段階2ストップ分広く撮れるんですよね。でさらに、色域っていう色の広さっていうのがあるんですけど、それもバリカムと同様 V ガマットというですね、まあガマットっていうのは色域の話なんですけども、その色域を持ってるんですよ。だからすごく色の表現力っていうものの幅が広い。黒から白、ゼロが黒で上がまあビデオカメラとかで言えば235かで、まあ、写真とかで言えば255とか、まあ、そういう幅が8ビットで言ったらですよ、あるんですけど、それもめっちゃ広いと。で、まあ、REC 709っていう、まあ、普通に僕らが画面で見る色の幅っていうのは非常に狭いんですよね。で写真とかで言えば Adobe の RGB とか sRGB とかいっぱいいろんなのがあるんですけど、まあ、狭いんですよ。でハイダイナミックレンジっていう今映像結構流行ってますけども、ハイダイナミックレンジはめちゃめちゃ広いんですよね、色域が。まあダイナミックレンジ明るさの幅も広いですけど、で、まあ、とにかくまあ話をねちょっと一旦要約すると、この S1H に搭載されているセンサーはシネマカメラのバリカムというものと同じもの、同じ基準で、作られているセンサーなんですよ。だからデジタル一眼カメラ、写真を撮るカメラでありながら、中身はもうシネマカメラなんで、そういうことになってるわけですよね。でですよ、で最近出してる動画は何をやってるのかっていうと、そのバリカムとか他にも AV
EVA-1 っていうシネマカメラがあるんです、パナソニックから。と、それから S1H のために、パナソニックが配布している、LUT 3D ラットを配布してるんですよ。今話がなんかごちゃごちゃしてますけど。で、まあ一応バリカムラットライブラリーっていう形で公開されてるんですよね。で、それを実際に S1H で使ったらどうなんだっていう、まあ、テスト動画的なものを今上げてるんですよ。で、35種類配布されていて、まあアグレッシブ709とか、なんだろうな、ヴィンテージとかファッションとか、まあ、いっぱいあるんですけど、それをね、一個ずつ全く同じ素材、6K のフルフレーム、23.98 フレームレートですよ。で、撮ったもの、ログ収録です。パナソニックの Vlog というログで収録したものに対して、そのラット1個をもうひたすらこう検証するじゃないですけど、まあ実際にこうなりましたっていうのを上げてるということなんでございます。まあもちろん一応まあバリカム EVA-1 それから S1H と言ってますけど、 S1 とか S5 とか GH5S、GH5、GH4 も一応ログ収録はできるので、で、そのバリカムそれからEVA-1、S1H っていうのは Vlog なんですよ。ただ GH4、GH5、GH5S っていうのは Vlog-L っていうものなんですよね。まあマイクロフォーサーズセンサー用の、まあ、ログが Vlog-L なんですけど、まあ基本的にはまあこう色味が変わったりしないので、まあ全部に共通して使うことはできるんですけれども、で別にバリカムとかパナソニック製じゃなくても他のログに当てることができないわけではないんですけど、まあそれに最適化されてるっていう意味合いがあるんで、まあ S1H を持ってるし試してみてると。実際に僕はもうすでに使ってるんですけどね。実際に使ってやってます。で S1H は忍者とか、まあ、そういうものを必要とせずにここに映るモニターにラットを当てることができるんですよ。でこのラットも、まあ、形式がキューブではなくて VLT っていう形式になっていて、でこのバリカムラットライブラリーは純粋にそのクリエイティブ目的で使う編集ソフトの中でラットを当てるっていうことをするためのキューブ形式と、それからモニター、こういった S1H とかパナソニックが出しているモニターに当てるための VLT っていう形式と両方配布していて、実際に S1H は中に4つファイルを読み込んでおくことができるんですけど、僕は実際に入れてます。ニーチェストとかファッションとかヴィンテージとか、まあそういったものを入れてます。あと普通、超普通のレック709とか、まあそういう感じになってると。で、最近はそれを検証してバンバン動画を上げてるという感じになってます。はい。で、Vlog、純粋に僕のビデオブログ、ちょっとね、公開し忘れとか、アップロードはしてるけど公開し忘れとかで、また、日をまたいでから公開したりとかちょっとしちゃってるんですけれども、どうにかね、そこはちょっと、直したいなと、思ってます。まあもう、年のせいなので、仕事もね、ちゃんとやってはいるんですけれども、YouTube の方も追い上げを見せてるという感じでございますので、楽しみに動画を見ていただけたらなと思っております。熊沢でした。